牛イ座、ボイドの製図上の一近傍宇宙の大規模、構造マップ。赤字のボテスボイドが、牛会座、ボイド。牛イ座ボイド牛イ座ボイドまたは、グレートボイドは、超空洞の一つであり、驚異的に大きく、ほぼ休憩の、そしてほぼ何もない宇宙の領域である。牛イ座に位置しているので、現在の名称で呼ばれている。その中心はおよそ設計 14H20 メートル。 石二26度に位置している。この超空洞の直径は2.5億光年に近く、体積は23万6千メガ立方パーセクに近い。現在知られている最大の超空洞の一つであり、スーパーボイドとも呼ばれる。1981年に、ロバート・カルシュナー、オーガスタス・スエンダー、ジュニア、ポール・シェクター及びスティーブン・シェクトマンにより、銀河の赤型変異のサーベイ中に発見された。 このボイドを研究し始めた他の天文学者たちは、ボイドの中にいくつかの銀河を発見した。ジェムーディー、ロバート・カルシュナー、G ・マッカルプイン、および S ・グレゴリーは1987年に8個の新しい銀河を発見し公表した。M ・シトラウスとジョン・フックラは1988年にさらに3個の銀河の発見を公表し、グレック・ワルデリング、G ・ボサン、 ロバート・ピー・カルシュナー、ロン・マースクは、1989年にさらに15個の銀河の発見を公表した。その後も銀河の発見は続いており、1997年までには、総数60個の牛飼い座、ボイド銀河が知られている。天文学者のグレック・ワルデリングによれば、このボイドの大きさは、天の川銀河が、この ボイドの中心にあったとすれば、1960年代に至るまで我々は他の銀河が存在することを知らなかったであろうというほどのものである。ヘルクレス座長銀河団はこの超空洞の我々から見て近い側の境界の一部を形作っている。ウシカイ・ザ・ボイドはより小規模のボイドが合体して形成されたという理論が出されている。これは 石鹸の泡が合体してより大きな泡になるのに似ている。この理論は少数の銀河がボイドの中央を貫くおおよそ中部状の領域を構成していることを説明できる。ありがとうございます。